キタスラチャンネルです。キタスラチャンネルです。 2回言っていくということで、また皆様お久々でございまするということで、もうね、多分これ投稿してる頃が多分もうあのメンテナンス期間だと思うんですけど、今回やっていくねもの最後なんですよ。もうこれね、ウィナ2020終わってしまった最後に何かをね成し遂げたいと思った結果ね、今回思いついたのがね一つだけあります。危険かつ危ない綱を渡ってしまうキカキングということでね、このキカキングをねどれだけ企画を成功させていくかっていうことで、今回の企画はパスキンシップオンチャレやっちゃったーということで、今回ですねラストね、もうパスを禁止、もう何をやってきたと俺は。ひたすらチャンネル今まで何してきただと言われましたらね、ドリブルです。このドリブルをね、今までやってきたなら、じゃあもうパス禁止でやっていけるんじゃないかと。むしろ、でもパス禁止でやっていかなかったら、もう何をしてきたかと。レートも上げずに、強さを求めずに、大会でもね、全然優勝とかもせず、何してきたかと。ドリブルしてきたと。ならそのドリブルを見せつければいいんじゃないかと。ラストね、俺の2020集大成、ドリブル、パス出しよ、うわ、オンチャレやっていこうと思いますので、早速、試合へ、コラボし、ぷんアヤッチングしていくつうことで、どんなルーミングが、ゼフ長というので、相手がアイコニックとレジェンズがたくさんいます。スカットで、ございまするということで、今回ね、まあね、さっき冒頭でも言ったと思いますが、パスを禁止にして、試合をね、して参りますのでね、ぶちこりと皆様ね、そこのところ把握してよろしくお願いいたします。ね、キックオンクされておくということで、まずは守備からね、やっていこう。でもね、集中しないといけない。もう、よしよし。いつも以上に、集中しないと、多分、マジで、終わるから。で、しかも、これ何試合目だろうねって話。もうね、これ、レート200ぐらい、200ぐらい溶かしました。おや、ここで、一回、パスできないからね。オッケー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 。で、ここでムーブアッピング。ナイスオッケーオッケー。もうここまで序の口、もう序の口のジョーちゃん。やめて、やめて、どんない、よしよしよし、いい。これよ。オッケー。なんでもう横から来んだ、お前。横槍入れんなよ、邪魔や、お前。痛いよ、チクチクすな、ボケ、マジで。噛みたいな、お前、モスキート、お前、バカ。バカって、可愛いな、俺。じゃあ、守備から。オッケーオッケー。そういうパス。でもこれパス、オッケーオッケーオッケー。この運の良さ。このめちゃめちゃ運がいい。オッケー。パスできないからね。ここもね、もう全部ドリブル。オッケー。オッケー、ございます。あ、だってダブルデッキ早くできる。マジ、守備。守備、戻れ。戻った。ちょっと待って、やばい。マジ、ほんと、よし、ここパスできないよ。パスをしないことだけに集中しよう。もうパスしちゃったら終わりだから、この企画終わっちゃうから。そう、何回かね、間違えてパスしてね、やっちゃって、よし。まあ、実況ができないね、もう。もうダメだ実況はできんまあいい、これも最後のね、俺であるよ。うん、最後の俺にふさわしい。うん。よし、ナイス。もう緊急で使いながら。オッケー。体が強いですね、キャンボー。キャンボーランボールギーニをブンブンブン乗りこなしてアクセル全開でずりましょう、よしよしよし。オッケー、ここがクリバリング。ここからドリブル。ナイスいい。横ダッシュを。オッケー、オッケー、オッケー、この微妙な、この、よしよしよし、マジで俺ドリブルマスターだ。あーいや、ファールですよね。なんで、相手のファールやる、どう見ても。ちょっと隣で、はい、はい、はい、キャバ嬢にセッターしていく。そこは隣に疲れて取られなくていいんですよ。ね、なんでですかね、あなた、名前通りのプレイをしないでください。うん、オッケーオッケー、ここは終了。取った集中。オッケーオッケーオッケー、まあ、もう1枚はね、もう1枚はもう修行の成果。2枚目が取られていく。ちょ、2枚目取られたらもう終わりや。お前、練習の成果出なさすぎやろ、お前。2枚も抜けねえのかと。今までドリブルしてきて。2枚は簡単に抜けるようになってほしい。オッケー。ちょ、ま、喋りながらですでしょ、ほんとに取られるから。まじ、今たまたま抜けたけど。はい、ここで。もうね、クリバリでドリブル。簡単です。はい、はい、はい、はい。大丈夫で言う。もうパスできんからな。オッケー、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 オッケー。もうね、もう3枚、3、4枚。はい、キックウェイト、はい、5枚。オッケー。緊急停止。オッケー、ここ逆ついていく。ちょ、待って。いける。集中しろ。寄ってこいよ、カス。あ、口悪かった。よし、よし、はい、はい、はい、
なんだよこの罰せ効率。はい、ということでキッキングオフしてゆく、括弧後半。ちょっと一回集中しろ。のっけからちょっと。いや待ってマジミスった。もうだってそれ二人いたもん。お前二人こう囲むようにいるもん。囲め囲めの昔の遊びしてくるもん相手。なんで今令和なのになんか昭和時代の人たちがたくさんおるんだけど、やめてほしいな、ね、なな。どうだ、あーちょ、やばいやばい、ちょっと集中できる。前半のスタッツマジエグかった。パス成功率が点点点みたいな。初めて。よかった。だってこれ2020さ、やってきてさ、一度も見たことないやついるだろ。見たことないやつ多分たくさんいるよ。これを見せれただけで俺さ、かなりなんだろう、最後にやってくれたなって感じだな。やめて、これ以上もう、俺は企画を終わらしたい。もう、わー、嘘です。楽しんでます。もう終わらしたいなんて一つ思った。あと50試合ぐらいね、もうね、序の口よ。うん、へっちゃらの好きだから。もうね、ちょっともうお腹いっぱいですね、正直言うと。もういいよ、もう俺もう2021に備えたいよ、もう待ちたいよ、俺。もう試合はもう疲れましたよ。やめてよ、もう俺トラウマ残して終わらしたくねえよ、2020、オッケー。シュッシュッ。ここ。待って、おっ、あー、今ダブルタッチでよかったかもしれない。かもしれないですね。あくまでかもなんで、結果論なんで。はい。この口はね、全くもって信用ならぬ言葉です。ここもパスできんから。オッケー、いいね。ここ。もうパスできんところをね。あー、でもいい。これだ。これマジでかい。これマジ助かる。ここでスローインで、もうドリブルできるよ。観点出そう。オッケー。で、ここからドリブル開始。いけるよ。オッケー。ヘイ、これ。観点が暴れてますよとは。ここで。オッケー。いい。で、ここで暴れたち牽制。おっしょ。ナイス。マジで、ここ。ああ、天からが差し伸ばしてくれた手ですよ。この手をね、掴むわけにはいかないじゃなくて、掴むでしょ。掴まなき。お前それじゃお前女神様にぶち殺されんぞお前。せっかく差し伸ばしてやってのに、お前無駄にするのかと。お前そういう態度じゃあ、お前いつまで経ってもお前な、ウィーレで勝つことはできねえぞと。あ、ちょ、オッケー、危ない、違う、今キックしそうになっちゃった。キックフェイントで何とか回避したけど、今キックしてたら、企画がめちゃめちゃね、終わってました。まあ、ここも、うまい具合に。取られる！せめて取られても、変なとこで。そう、こういうなんか、ちょっと遠いところで、奪われる。ねえ、お前さ、なんかもうスライディングすな、お前。こっちはパスできねえんだから、お前。嫌味かよ、お前。いじめだよ、お前、これ、もはや。分かっててやるもん、そういうプレイ。やめてほしいわ。クレームだわ、お前。モンスターペアレンツになっとるわ、お前。なったるわ、ほんとに、俺。ここ、うまく、よし、背負って、まあ、回る。このテクニック。これいけんじゃない？で、ここで、来たところ、なんでダブルタッチじゃない？これはブチギレ、あ、まだいける。はい。ここ簡単。なんでこんな簡単なこともできない？もう、イライラする。したぶん、ラスト、もう時間ねえから。ここ失点したらマジ終わる。せめてもうね、引き分けでもまあ良くないけどさ。良くないけどよくあるよね。何言ってるか分かる。ちょ、待て、頼む。危ないってお前、なんかソフトなシュートしてきた。ありがとう。まるであのソフトせんべいかのような柔らかいプレイ。よし、隣に向いて、で、これダブルタッチ。えいえい、これが隣の強み。待って、時間まで。隣、お前だ。お前にか、あいや、これ最後隣行っとったから。言い訳させてください。これ、隣に行っときました。ということで、今回ね、この企画見てください。パースで効率、しつかりと 100% 取って、主眼率 65%、シュートは0。なんという自己満足プレイでしょうが、不快になった方は申し訳ございません。ということで、今回最後のね、動画ですね。こちら、パス、禁止オンチャレでした。ぜひね、2021年、次はお会いしましょう。